さあ、で始まりました。森哲チャンネル。さあ、やってみましょう。慶応義塾大学、商学部、公表をやっていきたいと思います。ちょっともう公表動画もあんま再生されなくなったんで、ちょっとストップかなと思ってますけど、はい、ぜひね、皆さん見て、拡散していただければ、続きやります。もうしんどいんです、もう夜中にやるの。はい。まあ、商学部に関しては、まあ、やっぱりこれが、いつも言いますけど、教商が基本となると。まあ、このレベルまでにまずは達さないと、なかなか早慶は厳しいよっていうことです。もちろん、全問正解しろとかは言わないですよ。そんなことは無理だと思いますが、他と比べて優しく作られてるっていうのは間違いないです。ただやっぱちょこちょこ変な問題があったりとか、あとやっぱ記述ですね。ちゃんとやっぱ単語とか書けないと差がついちゃうよね。問題自体は簡単だけどスペルがわからないって人が出てきちゃうっていうところだと思います。はい、では文法いきますか。文法語法またね、変な問題出すよね。とてつもない簡単なのもあればへーみたいなのも出てくるやつでございます。では行きましょう。第4問のやつですね。 Two parties are still in the midst of negotiations、ね、middle を middle って言ってますね。 At the moment there is 何とか probability of an agreement being reached anytime soon です、ね、すぐに reach するわけですね。 reach an agreement ですから、はい、同意合意に達するっていう可能性は少ないはずですね。ないはずなんで、理論が正解です。3と4は副詞。1と2で形容詞で、可能性が considerable だったら多くなっちゃいますね。はい。まだ交渉の最中ですぐにはリーチしないんですよ。any もついてるしね。否定語だってわかります。続いて、the policy statement なんとか the public health reports written earlier by an independent researcher and summarized her findings って書いてますね。これはわからんでしょう。知らなきゃわからない問題で、draw on ですね。はい。まあ、それを利用するみたいなやつでしょ。調べ言ったら新しい辞書とかには出てるけど昔の辞書載ってないんだね。リポートを使うリポートに頼るってやつですね。次32番、 The sculptor sees a close affinity between her finished works of art and the materials she manipulates to create 何を作るのかって言ってるわけですけど、完成されるその作品とその完成される作品を作るためにそのマテリアルがあるわけで、だから全部ですよ。はい。ワークスを指してますね。それのもう完成状況と単なるマテリアルでしかないものから彫刻のさ、完成品がね、ちゃんと近いものを見てるってことでね。このアフィニティ類似とかは出ることありますので、知っといてください。はい。代名詞の指すものを表す問題。次、The family was displaced to なんとか district around 100 kilometers away when conflict intensified in the northern province of Afghanistan. なんで、はい、これは district っていう後ろに単数名詞が来てるので、another が正解ですね。で他のものを置くんだったら、まあ、districts S が必要になるし、displace もね、内戦とかがあって、それでどっか別の方に行かなきゃいけないとかっていうのが出てきます。これも代名詞の問題ですね。いやー、代名詞の動画ね、一応明日出す予定ですけど、いやー、もっと早く出てればよかったなと思います。はい、次、厄介だね。Children seem to sense if you're afraid of them and act up accordingly. A 19th century report noted, if he, なんとか today, he might well have mentioned thatComputers do just the same. Today ってあるから現在のことだとかってね、やりたくなっちゃうじゃないですか。だから現在形とかね、行きたくなっちゃうんですけど、仮定法なんで、might になってるんで、仮定法は過去形がいなきゃいけないので、だから答えが1ですね。Today があるのに had been でいいんですかみたいなね、多分思っちゃった人も多いよね。主説の方も might have だしさ。いや、だからこういうのがあんまり出してほしくないんで、高校までで習わないからこれね。だから has been writing today ってことですね。今でも書いてるってことだよね。だからそれを仮定法にして had been writing にしてるだけですね。別に was writing でもさ、いいけどいないじゃん、選択肢にね。酷だと思いましたよ。はい。だから今でも書いてたら、こうやってコンピューターも同じことするよって言っただろうってことね。はい、次、the safety performance results will be released once 接続詞があって、はい、主語動詞ですね。B 動詞と一緒に省略される。Once they are confirmed. はい。They are が省略されている。3番。確認された。次。The World Cup win in 2001. なんとか。The general mood in the country for several weeks back then. But it didn't have any noteworthy impact on the economy. 書いてますね。これはまあ過去の話しているので、過去を表すものを選べばよくて、過去形は may have ですね。はい。have がついてなきゃダメですね。have 足す過去分詞になっているのが1だけ。2001年のワールドカップで勝った。韓国の話かな。はい、続いて空所補充いきましょう。テレオマオリ、テアオテオロア、なんだ、アオテオロア、as it is known to the Maori ですね。マオリにはこういう風に知られている。いわゆる名詞を修飾する as ですね。as の中で一番難しいと言われるやつです。as known to だけでもいいんだけどね。as だけでいいんだけど、わざわざ it is って言ってます。まあ正確にはね、文法上、as の前にカンマ欲しいんですけど、まあまあまあ、実際は使わないことも多いです。次が、make up a fifth of New Zealand's population ですね。はい。5分の1。
まあ、この形を取ってるのから fifth でしょ。で次が according to the most recent census ですね。はい、この人口だったりなんだりの調査ですよね。で as one way of preserving Tirio Maori、 Tirio Maori のランゴイッチを、で次は common local languages で there is no evidence that bilingual road signs が悪いんだっていう証拠はないよ。 doubt とクエスチョン似すぎじゃねえって思ったけどね。で続いてじゃあ記述いきましょうか。 The world has なんとか by 122 million to 735 million って書いてきてるので、この形を取れるやつって言ったら has risen ですね。はい、差の倍です。 rise をちゃんと risen に変えられたか。で次は if current trends continue ですね。はい、continue for longer、はい、これはまあよく使うトレンドが続く。で次が people will be chronically underfed and starved ですね。はい、underfed、underfeed の過去分詞です。で次が the number of needy people なんとか hunger globally has stabilized ってきてるので、はい、動詞 has stabilized がすでにあるので、face の形を変えて facing ですね。はい、hunger に直面している。で次 the war in Ukraine has been adding fuel to the ongoing food crisis ですね。はい、add A to B で has been が来ているので has been ing にする。で最後が economic instability are driving those on the margins even farther from safety safety からこの追いやられてる人たちをさらに追いやっちゃう。このほらマージンとかマージナル、マージナライズね、すでに出てますよね。どこだったっけ、どの学部かに。重要ですね。続いてが名詞の形にするやつです。で最初がフラード、詐欺のやつで、フラードディテクションですね、見つける。で、次が a wide selection of ですね、様々なってやつです。大事ですよ。で、サイバーアタックなんで別に変える必要なし。で、slow down the growth ですね、はい、成長ですね。で成長はこれ書けない人いるんだよね。次が the public's confidence in the technology ですね。はい、コンフィデンスもね、できない人いるんだよ。コンフィデンスインでちょっと覚えておいてくださいね。大門5の文章から言えることはどれかってことですね。Hypothesis based thinking っていうのは、あ、これはまあ科学の常識として知っといた方がいいですね。その Hypothesis っていうのはあくまで仮説だからどかすことができるっていうふうに思ってなきゃいけないっていうのはよく言われることですね。いずれも捨てられるように、一時的なもので捨てられるっていうのが大事。で次が Ranks musical chairs analogySocial scientists should try to figure out how to increase the number of chairs ですね。あの椅子取りゲームやってて必ず10人いて椅子が8個みたいなね感じなかったっけ確かってなってたら、もう必ず2人の人はもうね貧困だったり良くない状況になってしまうっていうのが今の世の中である。だから助けるためにはこの椅子を増やしてやってみんなが助かる社会にしてやんなきゃいけないんだっていうのを言いたいってことですよね。もうこれ推測しなきゃいけないですけど、もちろん今はどうやったって2人の人は必ず負けるっていう状況になってしまう。 Which one of the following statements best captures the main argument of the passage、はい、パッセージのメインは何。3番 Success stories of European integration tend to lack a global perspective、ね、だからヨーロッパっていうのは自分たちはこうね、つながった、インテグレイトね。このヨーロッパの中では差別とかじゃなくなって、こうくっついていって、みんな仲間だみたいになったんだけど、今度はヨーロッパとそれ以外っていう区別がね、生まれてしまったってことだよね。そう、だからインテグレイトできてないんだよ。次が、students tackle the physics question laterally, show that a barometer, 一番ですね、can do more than just measure air pressure ですね。air pressure で本当はなんか、高さを測んなきゃいけないんだけど、そうじゃなくてバロメーター使って紐の長さでこう高さを測ったり、これ上げるから測ってきてってやったりとか。ラテラルシンキングっていうのが、まあ側面ラテラルですけど、普通のことじゃなくて普通とはちょっと外れた考え方のことなんですね。そういったことなので、それがまあ1でしょって感じね。これ背景知識としていいですよ、ぜひ知っといてください。役立つかも。この後小学部に関してのあの背景知識喋りますから、もしかしたら和製書を受ける人に役立つかもしれないですよ。では大問1、最初はギャップが来てからフィードギャップでしょ。で次はコンさん心配してるって言ったもんね、サイエンティストたちが。で3がサーブコーポレートインテレストですね。はい、自分たちの会社の利益だけを考えるってですね。そうだから、この内容に関しては、まあ、みんなが、ね、自分たちの利益ばっかりを考えてきた。でそれによって会社っていうのがね結局は破綻してったっていう話があって、だからこれからっていうのは他の人たちのことも考えていかなきゃいけないんだよっていう話です。これ大事な用語を言いますから、ビジネスの後で、はい、
で次は1927年のドーマン言ってたのは Business people disregarding community needs ね、コミュニティニーズを disregard 無視するってやつですね。書いてあったよね、コミュニティっていう単語とかも出てたと思うんですね。それに責任を持たなきゃいけないんだよ私たちはってやつです。でプロフェリックですね、予言するわけじゃないですか。その予言が当たってたのは2番です。 American society did come toConfront serious crisis in the 1930s ですね、はい、恐慌がやってくるやつじゃないですか。この人はやばいよ、そういう危機がやってくるよっていうのを予言してて当たったんです。みんなはでも経済ね発展してるっていうのに浮かれてて気づかんかった。アダム・スミス supported the legal restriction on interest rates because ですね。そう、これ意外だよね。アダム・スミスだからさ、神の見えざる手みたいになんか何もしない方がいいっていうのかと思いきや、ちゃんと本文中は読んでしたね。He did not want investors to gain huge profits while most others are impoverished ですね。そう、貧乏になって他が上がらないようにって書いてあった。びっくりした。次は short term thinking。The profits を追いかけちゃう。で、この社会のことなんか気にしないってですね。で、次が reason to be skeptical を疑うのは、会社っていうのがビジネスっていうのがグリーディーですさ、他のエシカル構図なんか気にしないよみたいなねやつでしたね、はい、ヒストリーに関してはどうなのかって Historical events provide parallels and examples of successes and mistakes we can learn from、ね、そこから学べるものっていうのが書いてあったよね。なんか Succeeded and failed とかだったよね。で最後がこれがあれじゃない、背景知識ないとできないんじゃないってちょっと思ったんだけど、まあ3でしょ。 Future businesses should benefit the wider range of stakeholders than they do now、 だからより多くのステークホルダーたちに利益が与えられるようにしなきゃいけない。だからこのステークホルダーっていう考え方なんですけど、いわゆるシェアホルダーっていうのが株主ですね。だからその株主よりもこっちを重視しましょうねっていう考え方です。だからこのステークホルダーっていうのはもちろん従業員だったりとか取引先消費者だったりとか、そういう人たちとか、あとは地域のこのコミュニティも入るんですよ。だこれ地域のコミュニティとかそういったものを重視しようって考え方ですから、そうだからお金儲けだけじゃなくてもっと幅広くさまざまな人たちのためにやるべきなんだよっていうのが筆者と一致するんですよね。だからこのステークホルダーっていうのがさ分かるのかっていうね。だから利害関係者のことなんですけど、利害関係者って言われて分かるかってことだよね。大門の2、Universal Basic Income ですね、 UBI。 これははい流行りですね、まあ今年の流行りだと個人的には思ってる。もっと出るかなと思う。いや国立でも出ると思いますよ、ね、日本でベーシックインカムって言ってるじゃんね、はい、最初が falls below threshold ですね、はい、threshold の下にあるよってですね。 この単語もよく出るよね。こう境目だったりとかさ、この出発点だったりとかさ、インカムがねいかないんですよそこのレベルまで。だ below とよく使われるよね。で12はまあ variation だよね、まあ、変化や変動があるっていう話でした。変化や変動、まあ UBI っていろんな種類があるっていう話でしたからね、このねトピックが。次はインカムを補うだからサプリメントだね、はい、お金ない人のリディストリビュートとかしたらもう最悪じゃん。お金ない人からお金取って再分配なんかできるか。で、次、ワインに対しては何か。そう、UBI って一応全員にね、渡さなきゃいけないものなんだけど、でもリッチとプアとね、両方に渡すべきじゃないよって話ですよね。で、なんで？で、ほんだバックエンドですね、そうそう。フロントではみんなにお金、平等に渡してんだけど、裏ではお金持ちたちから税金取るって話、ね。あ、インポーゼオンビーよく出るね。次、ワンが刺すの。これパーソンでしょ、人に。Every person。アメリカの人口書いてあってね。はい。で、次が、実際は UBI っていうのはたくさんのパターンがあるんだよ、異なるんだよってやつです。で、すべての UBI に言えることはキャッシュを受け取ること。セイムアマウントなんだけど、基本的には子供とかは入らないからね。だから4とちょっと悩んだ人もいるかもしれない。まあ、最後はやっぱこの differences がまあ出てなきゃいけないんじゃない？まあ、コモンのが最初に書いてあったよね。お金がキャッシュであり、何人使っても OK で。でみんな平等に行くんだみたいなの書いてあってね。で、この英文は読んどいた方がいいですよ。UBI は出ると思ってますから。他の大学学部で出題されると思ってます。続いてが、reasoned judgment ですね。はい。ちゃんと、based on what we can already observe って書いてあるからね。ちゃんと頭で考えて。次は、まあ文法的な問題。nor could Uber have existed ですから。はい。これはよくあるやつ。否定語、受けるやつ。で、次は shift 変わるってやつで、あ、ほら、出るじゃない、シフト。リコーで出題されてましたね。で、リフティングですよね。はい、次が、サルフサフィシェントから出して、こっちの方に。で、これはいわゆる、何かしらのこの発展っていうものが、で、何かを作った時にそうなるっていうことを予測すんの難しいみたいなやつだったよね。スティーブ・ジョブズだって、ね、iPhone によってこうなるなんて想像できなかったでしょみたいなさ。まあ、小学部って感じでしたね。次が、インクリメンタル・アドバンスですか。徐々にこうやって増えていくわけですね。はい。でも、影響は、プロファウンド・コンセクエンスって書いたから、トレメンダス。言い換えがちゃんとしてるよね。次が、インパクティ iPhone。
ですね。はい、わからなかったのは predicting every aspect っていうのは impossible だからですね。そう、セルフィーが出てくるなんてスティーブ・ジョブズは想像してなかったでしょって。で次26、まあこれはっきりと書いてないよね。発展がどん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 進んでいったらもう超絶こっからさらに先にゴーンってなるみたいなのはあんま起こりえないってことだけど、なんか常識で解いちゃうことにならないって思った。まあ、フィジックスは出てきてたけどさ、レボリューショナリーディスカバリーしたらもっと発展する気がするんだけどな、スローダウンじゃなくて。で次が、ああファミリーたちとなんか WhatsApp 知ってます皆さん。 WhatsApp っていう、日本は LINE ですけど欧米は WhatsApp ですから、ね、その WhatsApp で、ね、連絡を取るとかってあったよね。でテストにディベロッパー、インテグリティオブディベロッパーズはいなかったよね。で次は環境だったから人間だけじゃなくてっていうやつでしょうね。テクノロジーがその人間だけじゃなくてっていうのが正解でしょうね。はい、まあ分かりやすかったとは思います。他のより、まあ、背景知識大事ですね。ぜひとも出てた知識を覚えておいてください。早稲田の小学部受ける人ね、ぜひともこれ忘れずに受験頑張ってください。ありがとうございました。 Thank you for watching。